おはようございます。吉政です。前回まででインジェクターの穴4箇所清掃しました。からオイルパンのガスケット接着面も磨きました。ということで今回は復縁をしていくんですけども、まずは下回りからやっていこうと思います。取り付け位置はここですね。固定は入れたまま。よし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 。このパイプつけます。でこいつはガスケットがあります。よし、取り付け OK。 また新しいガスケット買ってきました。JB ウェルドのガスケットでハイテンプレッドシリコンですね。それを買ってきました。前回は青いガスケットを使ったんですけども、今回はやっぱりまたハイテンプ、ここに耐えられるということの方を買ってきました。おすすめなのがオイルパンとかバルブカバーとかって書いてありますので、エキゾーストもエキマニもこれできるんだね。でちょっと勉強したというか、ガスケットを塗るときに、この先っぽを切るじゃないですか。でこれを切るときになんかやり方があったらしくて、でこれを、まあ、普通こうやってまっすぐ切ると思うんですけど、今切りましょうか。うん、こうで普通こう切ると思うんですけども、そうじゃないんですってね。もうちょっと切って、こう切ってここに切れ目を入れるんですってね。こんな格好、ちょっとかっこ悪いけど、こういう風にした方がいいみたいです。で液体ガスケット塗るときに塗った後になんか鳴らしたりとかするんですけど、そうじゃなくて山盛りのまま、紐状のまま貼り付けた方がどうやらいいようです。なので高い山状になるんですけども、こうやる方がいいようです。たくさん塗りゃいいってもんじゃないんだろうけど、はい、こんなもんでいいと思います。緩くなっちゃったところに結束バンドのかけらを差し込んで緩み止めにしてます。 OK。 一応もう一回マッシュ締めしておきましょう。よし、これでいいことにします。ここの蓋が取れているので、これをエポキシで塗っておきたいと思います。なんか聞いたところによると、このエポキシを作る微生物っていうのがいるらしいね。知らんけど、どんなバイオテクノロジーなんだったと思うね。でここになんかダメっぽいな気がするな。これで十分だろうと思うんですが、はい、これでしばらく放置しておこうと思います。これをこうしての、でここにネジがあるので、このネジが多分この2つだよね。よし、次にこいつのカバーを、このカバーはどうだっけ、こうかな、こうだね。タペットカバーのガスケット、これをくっつけておきましょう。さて
どうやってくっつけるのかもう全くわからなくなってる。一応ちょっと軽く拭こうか。このコーナーを手がかりにしていくしかないよね。これがここかな、違うかな。余るんだよね。入った。タペットカバーのガスケットが入りました。タペットカバーも完成だね。で、ここのエボキシが乾くのを待たなきゃいけないので、しばらくこのままにしておこうと思います。エボキシが乾燥した後、ヘッドカバーをエンジンに固定しました。懸案のインジェクターガスケットの取り付けを確認してみました。部品番号が、これですね。こいつを入れていきます。別に難しいことないですね。ただここですね、ガバガバぴったり合わないけど。で、もう一回一番に、あ、こっちゃった。これでもいいのかな。真ん中にちゃんと収まってるな。ガスケットがインジェクターの先端から落ちてしまいますが、穴の中央に収まるので、これでいいことにしました。入ってこない。おかしいな。あれ？他のとこ入ってくるのに、ここで入っていかない。どうしようもないので、せっかく付けたヘッドカバーを外しました。ヘッドカバーの取り付けはかなり面倒です。せっかくはめ込んだガスケットが溝から外れてしまうことが多々あります。そうするとヘッドカバーからオイル漏れが発生します。前回この失敗をしてオイル漏れを起こして取り付けをやり直しました。最初から全部やり直しになるので、確実に取り付けしなければなりません。2番のその穴ですけども、これですね、まあ、確かにちょっと汚れてるっちゃ汚れてるんだけど、ちょっともう一回きれいに掃除しましょう。カーボンがついてる。タフでネジ溝を掃除しました。そして再びヘッドカバーを取り付けました。さっきネジ踏んだかったからね、ちょっと硬いですけど入ります。いいですね。オッケーですね。それぞれガスケットはちゃんと入りました。よし、こんな感じですね。よし、はい、入った。ではここは下がりを、今入れたんですが、このブラケットっていうのが、シートみたいになってるんですよね。こうなってるんですよね。そこが平らではないんですよね。これがそのインジェクターを固定するためのナット、特殊なナットなんですけども、上を見ると黄色と白のマーカーがあります。そして2本線削ってあって、反対側のところには、1本線があります。2本線と1本線は180度違ってる感じで、黄色と白も180度違ってる感じです。良い子の正しいインジェクターセット方法。諸説あるようです。私はネットで見つけた英文のマニュアルを参考にしました。インジェクターにプラケットが差し込まれています。プラケットは多少グラグラ動くようになっています。それをボルトに差し込みます。最初に左側のナットをプラケットに接するまで締めます。金型ワッシャーを先に入れてから固定ボルトを設置するまで締めます。
さらに左側のナットを締めます。締め付けトルクは 2.0 ニュートンメーターです。左側のナットを90度緩めます。次に右側のナットをブラケットに接するまで締めます。同じようにワッシャーを入れてからナットを入れます。さらに右側のナットを締めます。締め付けトルクは 2.0 ニュートンメーターです。右側のナットのどちらかの毛がき線の位置をブラケットにマークします。マークするのはどちらの線でも構いません。右側のナット上部の塗装マークがブラケットのマーキングの位置に来るまで締め付けます。これはさらに230度を増し締めするという意味になります。上から見てみましょう。ナットの2本の毛がき線に対して対応しているのは黄色のマークになります。2本の毛がき線の位置にブラケットにマーキングしました。黄色のマークがマーキングの位置に来るまで230度増し締めします。この手順に従ってナットを締め付けた場合、ブラケットは少し傾き、ボルトの上に飛び出ている長さは違うようになります。これが正しい状態であり、これ以上締め付ける必要はありません。でも手持ちの細めのトルクレンチの最小トルクが5ニュートンメーター。どうやって2ニュートンメーターで締め付ければいいんだろう。ネットでトルクレンチをいろいろ調べてみてもなかなか2ニュートンメーターを設定できるのは少ないしお高い。デジタルトルクレンチとか欲しいな。でもそんなこと思ってもどうにもならないので、トルクレンチでなんとなく締めて、あとは手順通りにナットを取り付けました。全部つくようにしかつかないので、これがこうかな。確かにつくようにしかつかないんだけど、どれをどの順番でつけるべきか迷います。で、これがこう来て、これが最初だったね。やっぱり間違えました。はい、やり直し。こうですね。よし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 。で、これでホースの位置は決まったので、一番最初にこの奥行きましょうね。この奥で、この奥閉めるのこれだったはずなんですが、映ってるかな、このガスケット2つがこれ用の、こっちのガスケットですね。はい、1個通しました。こっちに入れるんですが、これも一緒に入れなきゃいけないんだよね。これより深いところ、こっちか、これだな。これは何入れる感じだな。だーね、この穴だね。ここから、あー落ちた。あー、マジか、見つかるわけがない。こんなの、しばらく捜索すると、あ、あった、あそこに落ちてる、あそこだ。落ちたガスケットの回収中。あ、よかった、回収できました。やれやれ。だけど作業が楽になったわけでは全くなくて、ここにどうやってワッシャーを通せってんだろう。あっ、あほや、はあ、取れた取れた、2回目。あほや。で、これを
入れて、この入れた状態でもう一個のワッシャーを入れるってどうやって入れるっていうの？無理だよな。こんなガスケットどうやって入れろっていうんだ。燃料ポンプの後ろ側にパイプを取り付けますが、そのさらに後ろにはパイプなどがあり、狭くて手が一つしか入りません。片手で2つ目のガスケットをボルトに入れるのはかなり困難です。そもそも穴を見ることが難しいのに、すぐに外れるガスケットをつけたまま穴に入れなきゃいけません。よいしょ、まだ仮の手、よし、仮の手で入ったので、疲れた。やっとこの今見えてる、左側のパイプの奥がここに入るんですが、これのワッシャー2つと、ボルトを仮固定できました。そしてこいつですね、こいつがこんな感じでつくんですね。はい、これで、レールは全部来たね。インジェクターパイプのすべてのボルトを仮固定してから本締めします。そうしないと本締めするときの強い力でアルミ製のパイプを曲げてしまう可能性があるからです。この字型のワッシャーが新品買いました。と全部、SH01 の13833、6個あります。こんな風になってます。綺麗ですね。新旧比べてみると、こっちが古い方、こっちが新しい方ですね。今もここまだ仮固定しておきます。非常にやばいです。ただのアルミなんで OK ですね。で、この辺の、トルクが全部32から42ニュートンということになってます。ここはさ、でもトルクレンチ使えないよね。車内のでテルクレンチでいきます。はい、じゃあ復元していきましょう。取れてなかったと思うんだけど、このセンサーを取りました。バッテリーのそばにあった所属不明のセンサーはオートワイパーのセンサーでした。ウィンドシールドを交換した時に付け忘れていたのでしょう。よし、もう 1.1 リッターぐらい入れます。はい、で今の状況で、真ん中あたりまで来ましたね。 OK。漏れてる気配はしないです。
警告灯はついてないです。ヘッドカバーの取り付けの時にガスケットをずらしてしまったんだと思います。やっちゃいけないと分かっていたのにやってしまいました。というわけでエンジンヘッドの分解と組み立て最初からやり直しが決定です。